ブラバム BT52 は、ブラバムが1983年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラ1カー。設計者はゴードンマレー。カーナンバーはネルソンピキのゴトリカルドパトレーゼの6。第9戦イギリス GP からは改良型の BT52 バイトが使用された。1982年11月、フラットボトム規定を含む レギュレーション変更が発表され、ついにグラウンドエフェクトカーが禁止となった。グラバムは新たなグラウンドエフェクトカーである BT51 を製作していたが、規定変更のためにそのままでは使用できなくなった。このため、新規定に合致したマシンを新たに開発することとなった。開幕まではたった3ヶ月しかなく、デザイナーのゴードン・マレーが、 ほとんど寝る暇もなく、薬で生きながらえていたとこぼすほど追い詰められた中で、デザインされたマシンだった。BT52 のデザインに取りかかる前に、ブラバムはひとまず BT50 と BT51 をフラットボトムに回収しテストしたが、やはり風洞で新たに、空力面の開発をやり直すにはあまりにも時間がなかった。そのため、ダウンフォースに頼るのではなく、 重量配分をリアに寄せることで安定性を確保する方針を取った。ダウンホースは巨大な前後ウィングによって確保し、サイドポンツームは空気抵抗を抑えるために極端に小さくされた。独特のマシンデザインはアローシェイプと呼ばれた。マクラーレンなどカーボンモノコックを採用したチームはすでにいたが、バレエはカーボンという素材の性能にまだ懐疑的でモノコックは アルミハニカム製のタブにカーボン製のアッパーを接合する構造を採用した。重量配分をリア寄りにするため、コクピットは従来よりも後ろに下げられた。サスペンションは前後プッシュロットに変更され、ノーズ上にはバールジがあった。エンジンは、K、KK 形成、シングルターボを搭載した BMW z i 4ターボエンジン M12-13 で、予選仕様で850馬力。 結晶仕様で640馬力を発生させた。開発当初からレース中の給油作戦を念頭に設計されており、燃料タンクは容量が縮小され、コクピット後方の高い位置に据え付けられた。エンジン、ギアボックス、リアサスペンションを合わせて一つのモジュールとし、予選と結晶の間にスムーズに交換できるよう工夫されていた。ギアボックスはヒューランド製。 FG400 のギアに新たに開発されたブラバム製のケースを組み合わせたものだった。ディファレンシャルはワイズマン製。1983年は開幕戦からピケが勝利するなど最先のいいスタートを切ったが、相変わらず BMW エンジンの信頼性の低さには泣かされ続けた。チームのホームレースである第9戦イギリス GP から改良型の b t 5 2バイトが 実戦投入された。最大の変更点はフロントサスペンションでレイアウトを見直したことによりノーズ状にあったバルジがなくなった。また、このレースからドイツのビンターサル社によって開発されたターボエンジン用の特殊燃料が投入されパワーアップが実現した。ヨーロッパグランプリからはさらなるダウンホースの獲得を狙ってリアウィングの両脇にウィングレットが装着された。 カラーリングは白と濃紺の部分が反転し、BT50 までと同様のカラーリングになった。BT52 のカラーリングデザインを担当したピーター・スティーブンスは小さい白黒テレビの画面で視認性を確かめたところ、ローアングルのカメラ映像では濃紺の部分がよく映らないことに気づき、チームオーナーのバーニー・エクレストンに配色の入れ替えを提案し、すぐ気に入ってもらえたという。 1983年オランダ GP で優勝を争うピケットプロスト。ピケはイギリスグランプリと次戦オーストリアグランプリでプロストに勝利を奪われたが、オランダグランプリでの両者リタイアから流れはピケに傾き始めた。イタリアグランプリとヨーロッパグランプリで連勝し、ポイントリーダーのプロストに2点差まで迫る。最終戦はプロストのリタイアに加え、 チームメイトのパトレーゼによるアシストもあり見事に逆転チャンピオンを決めた。1984年シーズンに向け、ブラバムは BT52 バイトをベースとして翌年用の開発物を導入した BT52C を製作、テストで使用した。サイドポンツーンは前方に延長され、後端はコークボトルラインに仕上げられた。 燃料タンクも1984年の規定一杯の220リットルまで大型化されている。エンジンは補機類のレイアウトを一新した1984年、仕様だった。1984年になってから、ブラバムはシーズン前のテスト用に BT52C をさらにアップデートした BT52D を製作した。サイドポンツーンのデザインが変わった以外は、 ほぼ変わっていなかった。このマシンは実質的に1984年用マシンである BT53 と同じデザインで BT52D に回収されたシャシーは改めて BT53 に編入された。BT52 は6台が製作され、そのうち BT52 から5と BT52 から6は BT52 バイトとして制作された。BT52 から1と BT52 から3はシーズン中に BT52 バイトへと回収された。BT52C は6台のうちいずれかが回収されたものとされるが、どのシ,ャシーが回収されたかは不明。BT52D は BT52C から回収された。ありがとうございます。